はい、今度はもう、はい、こっちは何ですか。ですね、これもなんかすごい、はい、似たものを見たことがあるんですけど、これは、まあ、まず結構分厚い。そうですね、これは多分まあこういうね携帯というか、はい、iPhone というものを皆さん見たことがあるはずなんですけれども、はい、これなんかあのケースをつけた状態の iPhone に似てますよね。あ、それは、うん、確かにそうなんですね、はい、で昔 iPhone って日本に、はい、来る前に iPhone 2G っていう、はい、あのアメリカで最初に出たバージョンがあって、はい、それを、それにインスパイアされた、インスパイアされた、それにインスパイアされた、はい、その名も、はい、iPhone、 iPhone みたいですね。あ、ここに書いてありますね、はい、はい、これはですね、はいの、はい、HI で iPhone なんですね、iPhone、なるほど、はい、ハイホーン、ハイホーンですね、はい、まさに、はい、でちょっとごめんなさい、これはもう充電するためのケーブルをなくしてしまいました。あれ買ってから結構経つのでもうなくなっちゃいました。まさかこんなところで日の目を見るとは思ってなかったので、はい、で本家の iPhone と一番の違いっていうのは、はい、まあ本家はいろんなところがこういうケースを作ってくれるじゃないですか、はい、ハイフォンは本家が本家と違って作ってくれないんで最初からついてます。あ、優しい、ついてます、はい。であと iPhone ってやっぱり電池の持ちが悪かったんですよね、はいはい、その弱点をですね、はい、物理的に解消しまして、物理的電池が最初から2つついてます。すいません、なんかこれ最初から膨らんでるのはどうですか、はい、そう、重放電を繰り返すと膨らむっていう、普通ちょっと危ない、もう使ってる間に膨らむのは分かるんですけど、最初から膨らんでるんです。そうですね、ほら2つちゃんと、うん、あれ待ってください、これ最初のもともと入ってるやつはこんだけ薄いじゃないですか。そうです、こいつはまだそんなに使ってないんです。でこいつは使ってるので、ほらこれだって膨らみ何ですかこれ。どうしましょうこれね。これこれ危ない。危ないですよね。本当に危ない。破裂する可能性ありますよね。これ、これもうはめても蓋が閉まりません。もう入りません。まさに。もうそういう状態まで落ちて。結構長年使った状態の。そうですね。はい、充電パックじゃないですか。もう危ないです。危ないですよ。あと専門的にちょっとまあ真面目なこと言うと、一応 SIM カードが2枚。はい、ここは入るので、うんうんうん、じゃあいっぱい海外に行った時には、うん、まあその現地の携帯電話 SIM をどっちかを使い分けたりとかできるっていう、まあ便利な機能は。変な話、写真を撮りまくったりしたくて保存しておきたい方は十分これで十分じゃないですか、はい、はい。でもさっきの A パッドと同じでまあ動きは悪いです、非常に良くないので。なるほど、はい、で音声通話は実は試したことないので、はい、ちょっと無責任なことは言えないんですけれども、おそらくダメだと思います。あれ？おそらく大丈夫じゃなくてダメなんですか？はい。はい、おそらくダメだと思いますけど、でも、うん、面白い商品で、まあさっき言ったように中華家電なので、許してねて。許してね。はい、まあまあ買った自分可愛いなてへみたいな。はい。こういうの皆さんが間違って買わないように僕が買ってます。いや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 、はい、頑張らせてもらって。自ら間違って買う。はい。そうですね。もううわーって思いながら。レジにお金を持ってったりとか、クリッククリックで購入ボタンを押して、友達にプレゼントとかいいかもしれないですね。お前にも言ったよって、友達にプレゼントはやっぱり本物のいいやつをプレゼントしてあげたい、ね、はいはいフォって言って多分、うん、そこは本物をなんとかプレゼントしてあげたいなと思いますけど、でも、はい、こういう面白い商品が、まあ、ここにもまたありまして、でもう一個、うんうん、用意しました。これなんですか、デジタル MP3、はい、ん MP4/3 MP3、MP4 あ、なるほど、はい、感じなんですけれども、 MP4/3 かと思って、はい、まあこれ動画とか音楽とかが聴けるプレイヤーなんですけども、はいはいはい、いいじゃないですか、はい、これも、まあ、パカッと開けると、あれどっかで見たことある、あれまたなんか似たようなものが、でもちょっと画面小さくないですか。そうですね、一応これが本家ですね、これが本家、うん、黒い iPhone4 ですね、うん、はい、それに対してこれ、本当は iPhone4 って白が発売される予定だったんですけど、うん、いろいろまあ諸事情で、諸事情で、はい、出なかったので、
中国人が作ってくれました優しい作ってくれ、そう、本当にホスピタリティの高い人たちなんで作ってくれました。なるほど。でその白い iPhone 4本当に欲しいなって思う人はこれ買ってください。そうですよね、やっぱり白は好きな方はね、はい、商品です。でちょっとまあ電源とかを入れてとカメラとしては使えるんですけれども、はい、これ画面でわかるかな、ここちょっと見てもらってもいいですかね。これカメラのレンズがあるはずなんですけど、カメラのレンズっぽいものはあるんですけど、これ若干ずれてますでしょ、これ見えます、これね、多分見えないと思うんだけども、レンズがついてるんだけど若干この穴からずれてるんだよね、立て付けが荒いっていう立て付けが荒いとは、非常に立て付けが荒くてですね、うわー、こう見えないかな、まあ手作業で作ってますから、まあ多少のことは仕方ないなと思うんですけど、なんか何ていうの、目の検査で言う、はい、これこの斜めちょっと上にあるんですよ、本来だとね、こうやってど真ん中にちゃんとそうですね、はい、でもちゃんとまあ一応撮れはするんですけど、一応撮れはするんですけど、でもさっきのああいう画面と一緒で撮れてもだいぶ暗いのでもうそれはいいと思います、はい、オチは見えてるみたいなあとあの計算機とかあるんでちょっとした計算に使えたりとか計算機、はい、あとですねゲーム、はい、ゲームほらゲームどんなゲームがあるんでしょうね。そうだ、これあれだ、タッチパネルですか、タッチパネルか、タッチパネルも動きが悪いんですよねどんなゲームなんですか。なんか4種類ぐらいこう、はい、マインスイーパー、マインスイーパー、これは中国では人気なゲーム、いや Windows とかにあるやつなんですけれどもほう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 、それのだいぶ作りが荒いやつがあったりとか、でも絵は可愛いじゃないですか。そうですね、まあこうやってなんか、うんうん、爆弾のないところを本当はどんどん見つけていくようなゲームとか、あとですね戻り方が分からない。すいません、押すとちょっと画面が、ね、押すとグリグリって、そう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 、そうなっちゃうんですけど、押すと画面が、はい、でもほらアイコンとか iPhone っぽいじゃないですか、 iPhone っぽいって言ってるのもどうか、そうですねこれね、ほら似てる、ほらなんか本家とそっくりじゃないですか、液晶の明るさが全然はい、だいぶね日本人を笑い人させるつもりなんですよって書いてる方がいらっしゃいますね、ほらこのカレンダーなんて同じですよ、カレンダーのアイコンはどれどれだ、あ、消えちゃった消えちゃった、ちょっと待ってください、ね、あ、タッチパネルがへこむって、この、8って書いてあるところありますよね、はあ、ほぼ同じとかね、あ、本当だ、はい、こっちは17、はい、とか、まあ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 、そういうところまで忠実にこう再現しつつで、ここは実は極めつけなんですけど、はい、ほら英語読めますか、デザインドバイってところ読んでください、デザインドバイアップルイン、はい、カリフォルニ カリフォルニアアセンブルドゥインチャイナ、同じiPhone と同じものが書いてあって、要はこれアップルがデザインしてるってことになっちゃってるんですけどあれもう明らかに、ここまで全部完コピしてるっていう、このね素晴らしいコピー精神が詰まった一品ということで、はい、なるほど、そういう、中華家電をいつもいつも褒めてます、僕らは連載の中で、はい、はい、これはちょっとね、はい、俺白の iPhone 持ってるんだ知ってる、はい、だいぶ違います、白って本当は出る予定だったんだけど、はい、販売中止になっちゃった、そう、でも俺は持ってるってでも俺は持ってるサイズ違うけど、はい、あ、じゃあそろそろ、はい、ありがとうございました、ね、はい、すいません、タカさんの出番ここで終わりと、はい、はい、あ、お邪魔しました、ありがとうございました、はい、じゃあ明日ご両親に会いに行きましょう、あ、ありがとうございます、よろしくお願いします、まあ編集さん残ってもらって次の品が出てきますんでね、あ、つゆじゃん、え、つゆじゃん、どんな品が出てもいいでしょうね、はい